この動画は PCBWay の提供でお送りします。こんにちは。中国国産の次世代パワー半導体が使われている USB 充電器を入手しました。今日はこの USB 充電器を分解してそのパワー半導体の実力を検証します。このチャンネルでもたびたび紹介している名古屋大学でパワーエレクトロニクスの研究をしている山本先生からこちらをお借りしました。パワー半導体のメーカーはこちらに書いてあるイノサイエンスという窒化ガリウムパワー半導体を専門に製造している中国のメーカーです。この USB 充電器の本体にもイノサイエンスと書かれたロゴがあります。このリファレンスモデルを参考にして USB 充電器のメーカーがこれを元に商品を開発していきます。その元になる一番基礎となるモデルです。このイノサイエンスという会社は窒化ガリウムパワー半導体だけを作っている、いわば専業メーカーです。それに加えて垂直統合型の半導体メーカーです。窒化ガリウムパワー半導体のメーカーはファブレスの企業が多いんですが、このイノサイエンスは自社で製造もやってしまいます。先ほどから窒化ガリウムという単語が何回か出てきていますが、それについて簡単に情報共有できればと思います。ただ情報共有といっても窒化ガリウムのその物性についてとかそういったことではなくて、窒化ガリウムパワー半導体がどういった経緯で使われるようになったとか、そういったことを共有します。まずこういった USB 充電器の中では、このコンセントから入ってきた交流の電流を直流に直す電力変換というのをしています。その電力変換するところで従来ではシリコンのパワー半導体が使われてきました。ただここ最近でシリコンのパワー半導体より性能の高い、いわゆる次世代パワー半導体というものをシリコンのパワー半導体と置き換える、そういった動きがあります。その次世代パワー半導体の一つとしてあるのが窒化ガリウムパワー半導体です。英語だとガリウムナイトライド、GANですね。窒化ガリウムがいつ頃から普及し始めたか、特にですね、我々みたいな一般消費者向けに使われるくらいに、普及してきたのが、例えば USB 充電器を例にすると2019年の2月です。これはですね、もう本当ここ3年の話でかなり最近になって普及してきました。でここに写真があるように USB 充電器メーカーのアンカーが、最初の頃にですね出しています。そもそもこういった窒化ガリウムパワー半導体が急に普及し始めた背景です。これは USB 充電器っていう結構狭い範囲に限定した話ですけども、スマートフォン、ノートパソコン、タブレットバッテリーが、ここ10年くらいでですね急激に大容量化しています。そういった大容量のバッテリーというのを充電したいわけなんですけども、充電のスピードをですねなるべく早くしたいっていう需要があります。これは急速充電というやつですね。でこの急速充電をするときに何が問題になるのか、こういった AC アダプターを使うわけですけども、急速充電は基本的に大電力でバッテリーを充電します。そうしますと皆さん経験あるかと思いますが、こういった AC アダプターとか USB 充電器、充電中は触ると熱くなるんですね。ですので大電力になるということはその分損失も大きくなります。この損失というのは最終的には熱に変わります。この電力損失による熱が大きな問題になります。放熱のために AC アダプターの本体が大型化します。こういった AC アダプターのサイズが何で決まるかなんですけども、多くの場合で熱でこの大きさが決まってしまいます。ここで出てくる熱が大きければ大きいほどこの本体を大きくしてその表面積を広くします。でそれで放熱するわけです。ですが急速充電をしようとすると大電力を扱うので、 AC アダプターはサイズ的には大きくなってしまいます。でこれはですね、消費者の視点からするとやっぱ小さい方がいいんですね。持ち運びが楽だったり、かさばるとかそういったことがなくなるからです。でこの小型化できないという問題を解決してくれたのが GAN 窒化ガリウムです。やはり従来のシリコンのパワー半導体を使った充電器ですと小型化には限界があります。これは先ほど話した熱がボトルネックとなるからです。充電器の回路構成であったりそういったものを工夫すれば小型化できないことはないんでしょうけども、それにも限界があります。ですのでより高性能な窒化ガリウムパワー半導体を使うということになりました。この GAN の原理的な説明は省略しますけども、従来のシリコンのパワー半導体と比べて高速にスイッチングができます。ですのでスイッチング損失が少しだけ低くなります。
このスイッチング損失は何者かっていうのなんですけども、この中で電力変換をしているわけですが、その過程でスイッチングという動作を必ずします。そのスイッチング1回するとスイッチング損失というのが出てきます。そのスイッチング損失というのは熱ですね。そのスイッチングという動作を1秒間に何万回もしますので、それでですね、充電器が結構ホットな状態になってしまいます。そのスイッチング損失を減らすことができると。で、窒化ガリウムの性能的にはですね、かなり高い周波数まで動作させることができるんですが、そうしてしまうとスイッチング損失はそのスイッチング周波数に比例しますから、ですので窒化ガリウムパワー半導体をあえて低いスイッチング周波数で動作させることで損失の低減を図ったわけです。このおかげで小型化ができます。で、損失が減ると小型化できるわけですけども、実際どのくらい損失が減るかっていうのをこちらで試算してみました。こちらがシリコンのパワー半導体、こちらが窒化ガリウムを使ったパワー半導体の USB 充電器の効率を比較したものです。以前からですね、 USB 充電器いくつか分解しているので、例えばこのくらいが割と妥当な変換効率かと思います。シリコンの場合は 89% ぐらい、窒化ガリウムの場合は 92% ぐらいの効率を持っています。で、この効率から損失を計算します。今 65W の AC アダプターで仮定してます。損失、シリコンの場合は 8W で、窒化ガリウムの場合は 5.7W です。これ見てみるとですね、効率は 3%、 たった 3% しか上がっていないように見えるんですけども、こちらの電力損失で見てみると 30% も損失が減っているわけです。30% 損失が減るということは 30% 発熱が減るわけです。で、その発熱を冷却するために、冷却のためにこういった表面積でですね、放熱しているんですけども、その表面積を減らすことができます。で、その表面積を減らせるっていうことはですね、結局体積が小さくできるということです。で、実際どのくらい体積が減るかなんですけど、これはですね、実際に USB 充電器メーカーの販売文句を見てみるとわかるんですが、だいたい 20% から 40% 程度シリコンのものと比べて小さくできます。で、このスライドについては一見の感想ベースのものになってます。このような USB 充電器というかなりいい応用先があったからこそ、それが窒化ガリウムパワー半導体の追い風になったのかなといったところです。で、スマートフォンとかノートパソコンを持っていれば結構高い確率で急速充電器を持っているかなという肌感があります。こういったスマートフォン、ノート PC というのはとにかく数が出ます。2021年で約13億台分出荷されています、スマートフォンですね。で、スマートフォンを充電するには当然充電器が必要になるわけです。その充電器もやはりかなり数が出ます。もちろん全ての充電器がこの窒化ガリウムパワー半導体を採用しているわけではありませんが、それでも結構な数が出るかなといったところです。ですので、ある程度の数が出る USB 充電器という市場があって、そこにですね、 USB 充電器をさらに小さくしたいっていう消費者側からの需要がありますと。で、そこにさらに窒化ガリウムっていう良さそうなパワー半導体が使える、その程度の電圧レベルとか電力レベルの応用があったわけです。で、そういったことがいろいろと重なって追い風になったわけです。で、次世代パワー半導体のくくりで炭化ケイ素と窒化ガリウムがあるわけですけども、窒化ガリウムの方が肌感として普及が早かったような気がします。それはですね、やはりこういったいい応用先があったからかなというふうな、そういった感想を持ってます。で、これ以外にもですね、パワー半導体メーカーがうまいことですね、やってくれたなっていうのがあります。ここにパワーインテグレーションズっていう会社があるんですけども、ここの赤い枠で囲われているところにあるパワー半導体なんですけども、これパワー半導体本体とその制御回路を全て一つのパッケージにまとめてくれたんですね。設計する側としてはですね、こういったソリューションがあった方が設計しやすいですし、製品にしやすいわけですね。そういった影響も大きかったかと思います。で、最後パワー半導体のシェアですね。これ注意してほしいのがチップの出荷数ベースです。いろいろ会社があるわけなんですけども、ここにですね、イノサイエンス、今日分解する USB 充電器に使われているパワー半導体メーカーがあります。で、2021年のシェアがですね 20% といってかなり高いシェアを誇っています。
すいません、このシェアの数字パーセントなんですけども、このシェアの数字とあとこのメーカーの特徴なんかを見てるとですね、使いやすいソリューションを提供しているところがシェアが高いかなといった感想です。ちなみに金額ベースですとこんな感じになってます。これ2020年の数字なんですけど、これ約9億円って書いてあるけど、ちょっと本当かなっていうのがあるんですけども、まあ、こんな感じですね。次、簡単なスペックの紹介をパパッと流してやります。こちらタイプ C とタイプ A が一つずつで、裏を見てみると PSE マークとかもしっかりと取っていますね。でこちらにスペックが書いてあります。まあ、典型的な 65W の USB PD 対応の充電器です。 20V 出力の時は 3.25A まで流せます。次は温度上昇の測定をしました。これは定格電力 65W の負荷を2時間連続で動作した時の温度です。表面の温度は80度まで上昇しています。 65W の充電器としては結構高めの温度です。でここで注目するのは設計が良くないからどうこうとか、あとはパワー半導体の性能が低いからこんな温度上昇をしているとか、そういったことではありません。注目すべきはかなりの温度上昇まで耐えられるパワー半導体であるということ、そしてそれが安定的に動作しているということです。表面温度が80度なので、中の温度は80度台後半から90度程度まで上昇している可能性があります。さらにパワー半導体のジャンクション温度はこれよりもさらに高温になります。この温度でも安定的に動作できるパワー半導体であるということが温度測定から読み取れます。次は効率の測定結果です。最高効率は 91.4%、 負荷が 60% から 70% 台くらいのところで最高効率点になります。窒化ガリウムを採用した USB 充電器では一般的な効率ですね。で損失については最大の損失は 6.5W 程度になっています。分解します。分解すると中身はこんな感じ。かなり強力に取り付けられていて、こういう風に半分に箱を割りました。でこれが中身です。でここに熱伝導シートが1枚と、こちらの裏面にも熱伝導シートが貼ってありました。触ると結構ひんやりしているので、これは熱伝導シートです。しかも直立している部品と、あと基板ですね。こんな感じで直立している基板がいくつもあって、分解が結構難しそうです。本当だったらパワー半導体の波形とかもいろいろ見てみたかったんですけど、これだとかなり難しそうです。まあ見れないのほぼ確定ですね。とりあえず分解できそうなところから剥がしていったんですけど、なんと1枚目にこの取り外した直立の基板にイノサイエンスの窒化ガリウムが実装されていました。この四角いのが窒化ガリウムのパワー半導体です。この窒化ガリウムの横にあるこの IC、 これはゲートドライブです。オンセミ製のゲートドライブ IC です。そしてこのゲートドライブ用の、まあ、ちょっと回路があるんですけども、ここにいろいろつながって、そして窒化ガリウムのゲート端子に入ると、そういった構造になってます。ゲートドライブの回路をちょっと紹介します。これがゲートドライブの IC があって、でこれが GAN ですね。このゲートドライブの回路がちょっと面白いですね。 あまり見かけないような形になっています。ターンオンの時は、まあ、この経路で電流が流れるんですけど、こういう風になります。ターンオフの時はこのキャパシタと抵抗を通って、こちらのダイオード側に電流が流れるようになります。ターンオフとターンオフの速さをこの抵抗で変えています。このキャパシタがついていますけども、これはですね、まあ、スピードアップキャパシタといって、このスピードアップキャパシタの役割ですけども、まあ、立ち上がりと立ち下がりの部分だけちょっとですね、電流を多めに流したい、まあ、そういった役割があります。イノサイエンスのアプリケーションノートでゲートドライブ回路に関するものがあるんですけども、そちらに載っている回路とほとんど同じです。まあ、分解したけど多分壊れてはいないと思うので、ゲート波形とあとは GAN のドレインソース間の電圧を見てみます。こんな感じで GAN のところから配線を引き出すことができたので、いろいろ測定してみます。こんな感じでオシロスコープのプローブとかをいろいろつないで波形を見てみます。で波形はこんな感じです。上の黄色のやつがゲートソース間の電圧で、この赤色の波形がドレインソース間の電圧です。今 USB のですね、この出力の電圧が 5V なんですけども、電圧をさらに上げていくと、これが 5V で 9V、 12V、
15、20V といった感じです。これは今何も負荷を取っていませんけども、負荷を取り始めるとこの波形よく見ててください。はい、スイッチング周波数上がりましたね。波形を拡大していきます。そうしますとスイッチング周波数は 120kHz くらいですね。ターンオンの波形を見てみます。ここでちょうどターンオンですね。これの回路方式フライバックコンバーターなんですけども、制御 IC が頭良くて疑似共振っていうのをやってます。この時点でちょうど電流が切れて電流不連続モードになるんですね。でここで、疑似共振が始まりますと、ちょうどその疑似共振のドレインソース間の電圧が一番低くなったところでガンフェットをターンオンさせると。ですのでほとんどソフトスイッチングができているような状態です。これゲート電圧波形の立ち上がりもですね、結構早くて200ナノ秒くらいですね。200ナノ秒でほとんど立ち上がっています。次ターンオフのところを見てみます。これがターンオフの波形の拡大です。結構波形が荒れてますね。このゲート電圧は式1くらいのところまで行くんですけども、まあ、5点子にはなっていません。まあ、というかこれはプロービングの問題が大きいと思います。まあこういう風に結構普通の受動プローブ使ってるんで仕方ないですね。このターンオフ時の波形の具合っていうのも結構早くスイッチングできてますね。これの1マスが今17秒なんですけども、ゲート電圧は17秒くらいで下がってくれると。このドレインソース間の電圧もまあ大体10ナノ秒から20ナノ秒くらいですか、そのくらいで完全に立ち上がっています。こういうふうにですね、実際の波形を見てみるとどのくらいの性能でまあ動作しているのかっていうのがよくわかります。このイノサイエンスの窒化ガリウムパワー半導体を使った AC アダプター、まあ、性能的にはほとんど問題ないですし、このように波形を確認してみても問題なくしっかりと動作していることがわかります。窒化ガリウムパワー半導体の応用は今のところこういった AC アダプターであったりそういった民生品が多いですが、今後はサーバーの電源であったりあとは車載関係で使われたり応用がどんどん広がっていくかとは思いますので、そこら辺に期待したいです。それでは今日のスポンサーの PCBWay の紹介です。どうぞ。 PCBWay は電子回路を作る時の回路基板の試作ができます。基板は5枚5ドルから試作可能です。よくある緑色の基板からアルミ基板、フレキシブル基板にも対応しています。もちろん日本語対応、注文してから早いと4日、だいたい1週間以内には届きます。早くて安いのでおすすめです。概要欄から PCBWay に行けるので、もし回路基板の試作に興味のある人はぜひ試してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。